はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回は何を作るんですか？マグロキムチそうめん作ります。はい。ほう。マグロキムチそうめん。そうめん。なんか知らんけど湯は沸かしよくね。あ、ありがとう。さすが。で、何すればいいか、俺は。ね、これは刺身状に。あ、柵で。柵で来た。このマグロ。あと何段階？今のところキムチとマグロもそうめんも出てます。完成。つゆと、つゆと、切れば見ろがね。薄く太くどくらい？あ、普通に、うん、そんぐらいで。あ、マグロうまそう。そうね。そう、マグロ食べてって思って、で、マグロレシピで調べたら、なんでかそうめんの出てきた。昨日刺身であったけんでしょ。マグロ食いてってなって、マグロ刺身やろ、でメンバー湯がくやろ、あとはみりん醤油キムチ、みりん醤油キムチに一緒に混ぜる。こういうこと、切り方あ、やばい。めんつゆ、コチュジャン、ごま油、あとなんか切ったりとか、なんか準備はある？もうね、ない。ない。ないです。今回。あとはもう、あと、ね、白髪ネギぐらいかな。白髪ネギ。白髪ネギ、俺この間できるようになった。針のことね。オッケー、オッケー、分かった。じゃあ、つゆ作りまーす。はーい。いいよ。どんぐらいやろうなぁ。レシピに書いちゃったんですか。あ、そうね。お、小さじ2って書いちゃっけん。はい。大さじ2ぐらい作るか。どうしろ、ネギ。ちょうどこれ足らんなったけん、ちょうどよかった。めんつゆが300ミリ、ミシシットル、ミシシットル、300ミシシットル、バラを湯沸いたよ、バラ湯沸いたね、スピード勝負になってくるの。2分とかよね。4束いく、5束、いや俺1束にする、俺ちょっと食べ、あ、でもまだいっぱいなんかあるって言ったけど。4束いく。みなさんがいっぱい食べる、ね、じゃあやるよ、あなた普通にタレ作る、おいしいってなったら、冷やすと結局冷やす。つゆが30に水が420、あ、違う240、みーちゃんが俺の足元でずっとロールして勝てばなんて登りそうないけど、でも絶対ちょっと濃いめの方が美味しいかろう、水を200ぐらいにしよう、100これを入れよう、アイドルやった4倍やけんですね、で 3倍ぐらいに直したよし。ちょっとこれに、なんでこれに移します。はい、ジャンプして俺の手羽をバーンって叩いてやるもんね、そいつで混ぜ、ちょっと混ぜます、伸ばさんばけですね。そう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 、薬指じゃなくてよかったです。甘いかなと思って。かけた。つけていく。うん、もうかける感じ。かける感じ、ね、かける感じに。あとごま油。よし。だいぶいた。だいぶいた。こんぐらいで、はい、ちょうどいいですよ。で、あとは。マグロバーさんですね、みりん、醤油、キムチ、あれや、いけた、早し。みーちゃんがすごいとこあるな。みりん、みりん、みりんと醤油、みりんと醤油1対1で合わせまーす、はい、結構大雑把に
作りましょう。1対1ぐらいですね。マグロがいるかな。ちょっと手を洗おう。あー、分かった。手洗ったかってこいない。兄ちゃん何してんの。兄ちゃん、じゃあマグロ入れます。はい、じゃあ行った。これやどこまで残ってくんの。で、これにもキムチも混ぜちゃいます。どれ、あかん、こい、あいた、あいた、あいた、すいませんね。みんな昼ご飯別で昼ご飯分かった、これにご飯入れてくる。お、色的にはキムチ色的にはちょっと醤油についたかってすいませんね。大丈夫です。ちょっと味が濃くなるだけで混ぜます。はい、それ何の出てきた。これの昼飯。鶏？あ、鶏の鶏。あ、めっちゃうまそう。それそうめんよりうまそう。残ってた汁も使って、ね、汁も使ってちょっと混ぜて、よし、ケイ、ケイ、できた。お、違う。違うよ。違う。あと何点？これ。ね、あ、器にそうめんを。もうキンキンに冷やした場合。お。ロマンスまとめて。あ、まとめてでいいんじゃない？うん。こうしたら氷だけ飛んで。飛んで。氷だけなぜか。そしたらみーちゃんも食べる。氷だ。お願いします。おい、いいね。で、こういえば手袋外さなきゃよかった。よかった、出ていって、うん、出ていきます、まあ、あとすりごま。あ、あった。じゃあもうこのままいく。すいませんね。のっけまして、のっけまして、分かっとらっしゃるね。もう準備されたもん。違う綺麗に。おいのちゃんが綺麗に盛り付けされてる。団体盛りやった。ちょ待ってね、あ、そう先にさささーと、さささーといっちゃって、全体にかっこよく。あー、いいね。あー、いいっすね。で、これもいいんじゃない。おで、白髪ネギも。ほら、うまそう。これはちょっと高さまでつけて、自分で。あ、もうかけてもいいんだけどね、そのまんま。兄ちゃん、それ俺の食べ物やん。食べよっと、兄ちゃん。食べたわ。やられたぞ。鳥やもんの。あ、もう、兄ちゃんに食われるけどね。回収してきた。その鳥の食べ時、美味しかったですもんね。大量にあった。そういや、俺もそれ、アマゾンで見た。はい、はい、完成、はい、はい、ありがとう。じゃあ食べましょうか。はい、では、食べましょう。はい、いただきます。いただきます。どうなんやろね。美味しいさ、それ、うん、やっぱタレかけんない、これくっつくとかそういうこと。マグロもキムチも、このタレに一緒に入れて。いただきます。うまっ。うん、うん、うまい、うまいね。めちゃめちゃうまい。カロリー高そう。夏はそうめん。うん、うん、なんか食べやすかね。うん、食欲ねえなってなった時に食ったら、うん、この辛みで食欲が増す。なんで分かっと。今食欲なかったわけやなかろ。見逃さんよ俺は。食欲なくならんと分からんよ。キムチとかそんな感じやん。ほら、イメージで話した。辛いやつ、辛いやつ。課題広告でほら逮捕される。逮捕される。ジャロがあるじゃん。でもね、本当に美味しいよこれ。美味しいよ。
めっちゃうまい。ただね、鶏肉。鶏肉かね。割り箸だよ。一人一人皿に分けた方がいいかもしれない。なるほどですね。マグロだけ食べよう。マグロが食いたいって。めっちゃうまい。ちょっと贅沢やけどね。ちょっと一回皆さんも食べてみてください。はい。はい、美味しゅうございます。美味しゅう。ってことでキムチとマグロのそうめんでした。はい、はい、ありがとうございました。おいしい、めっちゃうまい。うん、食おう。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。